はい、こんにちは。こんにちは。はい、せーの、オリケンチャンネルです。今日はですね、れなちゃんのしごさんのやっと起きました。すすい今日はでは 何の色する？着物は 何の色がいい？ピンク。あ、まあ今から選ぶね。お楽しみにします。ママも楽しみにする。これピンクか白、パパの洋服とママの洋服。本当だね、本当だ。無意識のうちに選んだね。じゃ今から洋服選び。今から選びます。選びます。マリアどれにする？黄色がいいやないかな。うん、可愛いね。レオナがね、うん、黄色いや。言うかもしれない、うん、青も可愛くない？レオマリアと青こののあ、ちょっと待って、忙しい。マリア、見つめ合ってください。あ、かわいい。かわいい。え、めっちゃ見られるよね。かわいい。そうそう。じゃあ今度かわいい顔してください。こう。かわいい。顔見せて大丈夫だよ。はい、チーズ。あ、上手。あれ、レオナちゃんちょっと緊張してる気がする。なんか喋り？なんか喋り？重たい。パパ、あ？もうマリアの結婚式の時に、パパは絶対バックに。なんかお前、ね。パーティーよね。あ。よし、また後で続き話そうか。よし、じゃあ写真撮る。お顔ね、もうちょっと下に下げれる。じゃあ今度ニコリが欲しいな。あ、よかった。上手やね。練習してきた。あ、練習してないの？上手やね。かわいい。そのままこっちを見れる。ちょっとピリッとした感じ。かわいい。反対の肩で。うん、かわい、おきおき。かわいい。そうさ。はい、なんか言ってよ。で、あの、目をね、ちょっと時計の方を見れる。あっちの時計の方。で、手までこう、お膝の上で大丈夫。かわいいって、お背中ピーン。あ、そうさ、ピーン。あれ、ニコニコが全然足りません。やっぱりコショコショしてもいいですか？あ、久しぶりだ。写真撮っていくね。レオナちゃん満足。嬉しい。ピアだ、それ。アイスファイズ。チーズ。アイスファイズ。あ、いいよ、ピースしても。ピースする？ピースセント。顔が硬いぞ、俺は。顔が硬いよ。いいよ、かわいい顔してください。またいいってなってる。あ、いいね、いいね、かわいい、指さってくれてる。
あ、これがいいね。これが一番下、一番下。レオナ、どれがお気に入りな？一番下。一番下？パパと一緒におるやつ。あ、そうだ。パパとママと一緒におるやつ。かわいい。ママどれがいい？お気に入りは。あ、これもかわいいね。これかわいいわけ。これもかわいいよ。うん？あ、これもいいね。はい、それでは今日は撮影終わりました。結構疲れたね。ね、思ったより長かったね。でもいっぱい写真撮ったよ。パパ結構寝たもんね。3、4回寝てたきね。ずっと寝てた。マルタチキが出た時はずっと寝てた。もう限界やと。あそこめっちゃくちゃ眠たくなるね、なんか。うん、ねえ、なるやろ。マリ、レオナも終わったすぐ寝ちて。うん。ねえ。どうやった、まあね、撮影は。レオナちゃん。楽しかったね。あら？レオナずっとテンション高かったよ。うん。テンション高かったよ。いや、メイクとかしてもらいようって、ずっとお姉さんと話しとったやん。うん。動物の森がね、こうでね、あでねっつって。あの、象の話は何の話しとったん？あれ、動物の森の中でね。うん。白い象かなんかおるちゃう。そう、白い象がある。あ、そうな。お姉さんとその話しとったん？そうなん。どこでもこの話するね。うん、たぶん。マリアは楽しかった？ね、うん。綺麗やったね。ずっと鏡の前でジョジョポーズしよった。久しぶりこの髪型して、ほんと可愛いね、うん。久しぶり。マリアアップが似合うよ、だいたい。うん。ね。ただ、そこのですね、カメラ屋さんの横はですね、ゲームセンターがあったんです。だからですね、ちょっとやばいかなと思ってからですね、行こうって言うかなと思ったけど、言わんやったね。昨日言ったばっかり。いや、最初言ったよ。あ、言った？最初言ったよ。でも、それよりマリアとレオナは、カレー屋さんに行こうってずっと言った。お腹空いたみんなで長かった。ね、考えたら最初、昼ご飯食べていけばよかった。自分たちちょっと失敗して、あの昼ごはん、まあ、そんなに時間かからんと思って、1時間ぐらいで終わる状態で、したらいつまでかも、すっごいお腹空いてたね、みんな。終わったら4時、1時からスタートして4時、結構時間かかったもんね。そう、だから今からカレー食べて、もうちょっともうすぐ夜ご飯になるからですね。だからコンビニでちょっと買って、私はいつものプロテインバーで。プロテインバー、パパもプロテインバーで。今まで食べてた。レオナもプロテインバーとおにぎり。あんた大体パパのプロテインバー食べんでいいんじゃん。なんで食べた？やだよ、あれ美味しいもん。子供の味じゃない食べ物。あれ筋トレしようと人しか食べたらダメなんまい？筋トレしようじゃん。しようね。じゃあ今日頑張って。今日マリアと一緒に。ね、マリア。うん。ちゃんとマリア。ボクシングをね。ボシ君、ボシ君。かわいいね。ボクシング絶対にする。ね、いつもしようもんね。10分一緒にしようか。でも、あの、あんたたち3人さ、いつも喧嘩するやん。女3人で。何歳喧嘩する？する？してないよ。してないよ。ね、結構喧嘩しよらん？レオナとマリアではする。うん、あ、でも昨日面白かったのがさ、ママがおらん時にさ、あのマリアなんかね、誰かのモノマネしよったっちゃ。ママ見らんで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 、今から、ま、今から真似させるき。マリア。ママが。結構まあまあ怒っちゃうときどんな感じなの？俺がちょっとイライラしちゃうとき、だからインスタで仕事しちゃうときね。そう、うん、結構忙しいでね、あれのときめっちゃくちゃ怒っちゃうときは、ちょ今本当話しかけんでもうで、すっごい本当にダメ。でもちなみにこれあれやろ、マリアがママアーチなんか話しかけた時やろ。いや、行くわい。パパがママアーチ話しかける時ね。ママ Destroy! ママ Destroy each big boy! 本当今本当ダメよ。いや、ママ Stoy とか絶対言わんよ、Stoy。いや、たまに言うよ。Stoy? 待って、もう本当に。パダルディエパダルディまあ。朝、お腹すいて。うん、朝結構なんか土曜日とか遅めに起きるからお腹すいて、うん、ママ何食べればいいって聞こうとしたら、うん、待って本当に、うん、待って、いや、じゃあ何食べればいいの、うん、みたいな、ね、大変やね、マリアね。もう14歳だから自分で作って、うん、で、マリア、機嫌がいい時はララララ
って怒っちゃうときは стой подожди стой 待って機嫌がいいときはわかった似てる？あ、似てる。そっくり。もうママがね仕事で忙しいときね機嫌悪いときねパパたち一切近寄らんもんね、うん、仕事忙しいときも早いもん温度に私を触らんででもあの機嫌がいいときバッサウゼば逆にねどうするかねケンペペメリエレウデ今度はパパが忙しいけんさ、うん、これちょっと YouTube の編集所に、うん、ちょ待ってって言ってからパパがなんでケン、もうなんで、ね、あんた自分勝手やんだめちゃくちゃや、まあ、こういった感じからですね、ほんとこの子はですね、ほんと乗せるなまあ今日はこういった感じで撮影終わってからですね、でこの子は何言おうと思ったいもん、この子は何、この子はあのあれ天気と曇りと雨が激しい気、うん、はい天気は喜怒哀楽、いやマリア選手はい天気は曇りは雨はの本当今待って本当に本当無理よ今天気もういいはい、これで今日も終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは、もし気に入ってくれたんなら、チャンネル登録ボタンポチッと押して、オリケンファミリーに入って、みんなで仲良くやっていきましょう。それでは、さよならバイバーイ